ハロー YouTube、バサガミちゃんですね。あのー、今後のね、ちょっと方針についてちょっとお話ししようかなと思ってね、えー、考えてます。あのー、月曜日はね、あのー、まあ、YouTube のすすめ。で、火曜日は YouTuber のすすめ。 そして、水曜日は、なんか作ってるよね。うん、まあ、ああの、模型を作ったりね。今、サンドバード、サンダーバード作ってるけど、あの後、あ土じを作ったり、まあ、ガンプラを作ったりすると思うんで、えー、でしょえー、で、毎週木曜日は、あのー、ね、始めたあの、紙芝居なんですね。え、月火水、 木と決まってて、金曜日ですよね。まぁ、あ、ちょっと今休んでるんですけども、もうそろそろ、毎週金曜日やってる、その、やってた、えー、ハンドル眠らないとか、そういうのもまたね、再開しようかなと思ってます。で、土日はいろいろね、うん、いろいろバラエティにやっていこうと思ってね、今まで通りね、えー、そんな感じの計画はしてますね、うん。 まあ、コロコロ変わるっていうか、まあ、大体内容ある程度決めながら、また臨機応変に変わっていくとは思うんですけどもね、えー、今後ともよろしくお願いします。で、今ね、ちょっとね、いろんなちょっと問題が勃発してね、えー、それの処理をちょっと今してまして、えー、今後どうしていくかっていうのもまだ決まってないんですけどね。まあ、あの、は、お話してる方にはね、結構お話してるんで、まだお話してない方にはちょっとお話できてなくてすいません。なかなか何分ね、あの、私、 し、一人見ない、一人みっていうか、一人でやってるコーナーで、なかなかね、その、な、周知てってなかなかできないなっていうところでね、えー、大変申し訳なく思っておりますね。はい、まあ、腕組んで申し訳なくって言うなよって感じで、申し訳なく思っております。はい。えー、って感じです。えー、で,ですね、あの、今後ですね、うん、方向性としてね、まあ、あの、今まで通りやっていくし、あの、実際やっていきますしね、あのー、あれです、あの、なんていうかな。 編集は基本まだしない。あの、まあ、10万人超えたあたりからし始めるかもわかんないですよね。えー、そんな感じですね。うん。で、あのー、あとですね、考えてることがちょっと一つありまして、まあ、それもやっていかなきゃいけないのかなと思ってますね。うん。あとあのー、今度ね、あのー、まあ、私、変面やってるじゃないですか。で、変面やってるんだけど、ま、あの、ね、 あのー、あの、ほら、1万人とか1000人になる時に応援してくれた、えー、キモノちゃんっていう方がいるんですけども、着、ま、物、あ、ちゃんにあやかってね、あのー、えー、キモノちゃんの、えー、を使った何かね、えー、なんかゲイをちょっとやってみたいと思う。ゲイっていう。 ゲイっていうほどでもないんですけど。まあちょっとね、それもちょっとやってみたいなと今、あのー、格索中ですね。まあ最近あのね、キノオちゃん応援スペシャルやってないんでね。えー、まあ、あのー、今始めるとしたら、正さがちゃんね、あのー、 10万人、目指せ、まさがみちゃん10万人、で、着物ちゃん目指せ100万人スペシャルみたいな感じで、またちょっとね、えー、動画を出していきたいと思うんでね、えー、よろしくお願いします、まあ。いろんなこと考えてね、まあ、あの、こう、ね、こう、夜は寝ながら、<laughs> <laughs> いろんなこと考えてるんですけど、なかなかね、うん、斬新なものがないというか、私あの、あの、バズってる動画がなくて、まあ、それがね、やっぱり一番のね、私の悩みですね、やっぱり。バズった動画がないんで、もう一つね、あの、ダメなんですね。やっぱり、動画、やっぱり、動画バズらしてダもなんでって話でね。やっぱバズるってどれぐらいかって言うと、やっぱりね、100万再生だね。うん。 一万最新の動画もないのよ。だから、どうやって百万回一つの動画で回すんだっていうことを常に考えてて、いろいろやってるんですけど、なかなかうまくいかない。うん。だからね、他の人がね、1万人とか2万人とか10万回とか、あ回数ね、回ってるのを見て、めっちゃ羨ましい。うん。百万回なんか、おー みたいになるよね。うん。これ、ほんと難しいもんでね。うん。ショートでもいかないからね。ただ15秒のもんでもね。ほんとね、あの、この YouTube っていうのは奥は深いと思うし、あの、通り一辺とのね、えー、なんかやり方では無理やと思うし、いろいろ工夫して考えて、えー、ね、やったからってうまくい,、ね、いくもんじゃないし、ね。あのー、どうなんでしょうね。<laughs> ほんとね、回んないよ。 本当に回らない。見てもらえないっていうかね。うん。なんだろうね。うー、ん、や、ダメなのは分かってんだよ。ダメなのは分かってダメなりにね、頑張っていこうと思ってんだけど、なかなか回らないね。やっぱイケメンでないとダメ。若くないとダメなのかな。 えー、まあそんなことも考えながらね、えー、一生懸命やってますけども。まあ大手さんをいろいろ見たって、まあ大手さんっていうのはもうね、ある程度不安層がね、いてて、もうこの人が出したら絶対見るって人の絶対数が多いですよね。私の場合もおかげさんでね、まああのー、数名ではありますけど、もうまさみちゃんの動画、今んところね、見てく、出したら見るよって言ってくれる人結構いてて、本当ね、 あのね、ま、あの、前みたいに、あの、0回とか、10回とかはなくなってきて、まあ、ね、まあ、数十回は回るようになったけど、それでも数十回なんだよね。うん。いや、ま、ここら辺を考えると、かなりね、うん。きついね。 なかなかね、1%、登録者の1%回らないっていうのは、やはり、私の魅力、動画の魅力がないのかな、企画力がないのかなって、すごく反省してて、まあ、いろいろね、日はね、あの、考えてるんですよ。ただ、なかなかうまくいかなくて、うーん。 どうしようかなって、いつも考えてる。多分ね、YouTube やってる人はみんな考えてると思うんだけど、それがなかなかね、こう、絵にね、画像とかに結びついてこないね。うん。なんかいいのないかな、なんかいいのかないかな、と思ってね、考えてるんだけど、なかなかない。難しい。奥が深い。うん、そんな感じね。うん。かといってね、なんか無茶なことしてね、その、炎上をするのも、あれじゃん やっぱ人として良くないじゃん。それとか人の悪口言ったりね、飼い口叩いたりしてね、ゴダゴダで行くのも嫌だしね。うん、あとなんだろうね、うん、著作権法違反ね、結構いるじゃん、著作権違反してる人。ああいうので攻めるのもね、やっぱり、まあちょっと方向性が私と違うなと思ってないかするんで、難しいんですよね。うん。どうなんだろうな、って感じかな。う ただやっぱりね、オリジナルなものっていうのは自分自身だと思ってるし、まあ、自分自身の考えなり発想なりね、方向性でこう動画を作っていく、ショートを作っていく、ライブをしていくっていう、えー、感じでいこうかなと思ってますね。うん、そんな感じです。あとね、あのー、まあ、あのね、あの、なんだ、なんだ、まあ、 あの YouTube っていうのは結構ほらヒカルさんであったりえー、なんかねヒカキンさんでもそうですけどなんか作っていくわけじゃんまあね嘘嘘嘘じゃないっていう話,話は別にしてものをこう,こう映像として作っていく中でねあのー、ねこんな企画を立ててこんなことやってみようとかあんな ことやってみようとかね。ここ、まあね、はじめ社長さんでもそうじゃん。これをやっていこうみたいな感じで。まあ、非現実的なところで攻めてる場合と、あの、まあ、こ,これ紹介しますよ。使ってよかったですみたいな感じとかあ。まあ、自分の感想を一ったね、まあ、する中でですね。まあ、あの、大手さんはそれなりに、あのね、やっぱり、あの、ついてるんだけど、視聴者さんが。私みたいに、まあのね、まだまだ、ね、その、少ない。 感じ。私の中ではね、もう1万4000人ってめちゃくちゃ多い数字で、本当にありがたい数字だと思ってるんだけど、世間一般的に見られるとやっぱりね、非常にね、あのー、ね、え、1万、1万人みたいな感じなんですよ、やっぱりね。えー、その中で、ま、あのー、どうやってこっから広げていくか、えー、大きくしていくかってことを常日頃考えています。で、あのー、ここのとこね、 調子悪くてね、あまり伸びてないんですよね、うん。ずーっと毎日コンスタントにね、もう100人ずつ増えてたのが、えー、なんかね、もう1週間ぐらい止まってんのかな、これ。ね。何があったって感じだね。うん 多少増えてたのよ。でもこの一週間ね、ダーッと減ってんのよ。この現象が一体何かちょっとわかんないんで、ひょっとしたら何か YouTube 側がね、規約を厳しくして、バン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 何かをやってんのかもしれないし、そういう人もね、別にその、規約違反してるわけでもないんで、私。なんかわかんない、気持ち悪いなって感じはありますね。うん。あとあまり見てない動画って、 とか、チャンネルとは、あの、なんか、外されるみたいですね。私もね、見てない、あ、この人久しぶりだわ、ってクリックしたらおすすめで来るからさ。あ,あな、登録してないのよ。いや、登録。 はずななななななののにな昔って見てて見いい場合もなんかか登録外されてんのかなみたいなだから私のチャンネルも徐々に今減ってんのかな。だからもう一回離れたった視聴者さんっていうのはなかなか戻ってこれないんで、とにかく新規新規ね、新規開拓新規開拓で攻めていかなきゃいけないんでもね、そこら辺でもずっと苦しんでますって感じの動画です。<laughs> 今回の動画は自己満足の動画です。<laughs> 大変申し訳ございません。 でも同じね、あの、悩みはね、YouTuber さんね、始めた人とかね、持ってると思うのよ。伸びてて止まった人とかね。このね、この停滞の時期をどう打開するかやね。うん、まあ。とりあえず、あの、今月中にね、あのー、 1万0千人突破した、したいんですけど、今1万4千0百人でビタ止まりで、あと600人ですよね。うん。で、今日25日なんで、あと6日、今日入れて6日しかないんでね。また1日100名のペースで戻ってくれたら、またね、あの、ま、1万0千も夢じゃなくなってきて、ね。あの、来年の暮れに5万人、再来年には10万人行くんじゃないかみたいな、え目論もね、え算段もしてたんですけど、なかなか厳しいね。えでもね、頑張る。 これからも頑張るから、応援してくださーいありがとうございますそれでは皆さんごきげんよう。